こんにちは、速稼塾の久保です。お金が稼ぎたくってなんかネットビジネス塾とかに集まってくる方、速稼塾もそうだし、ドリアカもそうかもしれません。でもせっかくお金を払って参加したのに、稼げないうちにある意味ね、居心地が良くなってしまって、稼ぐこと以上のものに出会ってしまうということもあるんですよね。で、相変わらず暮らしは余裕がなくて、はっきり言って塾費を払った分だけ金銭的にはマイナスだけども、でもなんかこれをきっかけに YouTube や速稼塾、ドリアム家電を通じて、なんかこういう人と知り合えたなと、いろんなことに気づけたなと、いろいろ分かったなと、で最終的には自分に稼ぐ欲望がそこまでなくって、稼ぐために時間やエネルギーを使うよりも、苦しいけども今の暮らしに耐えながらなんとなくやってる方が、まあ今のところはいいかなと、でできれば稼ぎたいけども、それと引き換えにするものが、稼げないかもしれないけども、ちょっといろんなことにトライしてみるっていうことだと、どうしようかなと思っちゃうところですよね。でたびたび自己表現、 YouTube で発信、ブログでもいいからやってみるってことを呼びかけてきましたけども、結局 YouTube をやるにしてもなかなかできないんですよね。でも金銭的な余裕っていうのはなかなか訪れないんですよ。そのなかなかできない、なかなか儲からない、この2つの釣り合った点で、やってるんだけどまあ稼げないかな、でもちょっとはやったことによっていいものがあったな、金銭的には全然変わってないけども、まあでも金銭的に恵まれないことを耐えていけるような、なんか世界や関係とか居心地はできたかなっていうところで、なんかね、落ち着いてしまうところが一番大きいですよね。何が何でも稼ぐ以外は目的じゃないんだ、手段なんだと割り切ればね、迷い道に入ることはないんですけども、でもなかなか人はそう思えなくって、目的は達成されなかったけども、でもなんですよね、でもの後に続いちゃうんですよ。私としては固く決めた目的が、特にお金のことが達成されなかったら、どんな美化も正当化もそこにはないんだろうなとは思うんですが、私自身に対してはね。でもそう思わない人の考えまで侵害することはないかなと思うんですよ。ただ私は金を稼ぐ、圧倒的に稼ぐ、一人で稼ぐ、自由を手にするっていうのは、まあそれと引き換えにするものもあるよと、でもそれと引き換えにしてもお釣りが来るぐらいこの人生は豊かになるよっていうことは見せ続けていこうかと思うんですよね。もう今度はね、とても見せ続けられるようなもんじゃないっていうところまで来てます。もう本当にね、動画の発信が追いつかなくって、続きを楽しみにしているシリーズとかに出会えない人もいるんですよね。久保さん、このシリーズもっとやってほしいのに、なんか別のことばっかりやってるじゃないかみたいなね、そんなお声もいただいたりとか、それから暗号通貨の発信なんて私はほとんどしなくなっちゃったんですよね。それは発信者が他にもたくさんいるんで、そういうライバルと競うのではなくて、私は誰も発信してない時期に発信することによって、まあね、一発当てましたんでね、まあ、それでいいかなと。それから自分の興味と関心に合わせて発信をしていると、暗号通貨ではなくなったなと。第一、暗号通貨ではもう資産も作れてしまったんで、これ以上深入りしない方がリスクを高めていくことになってしまうから、ある程度距離を置いた方がいいかなっていうところもあるわけですよね。で、今はフリーな発信、自由な発信、その日その気分、自分の今見てるもの、見えてるもの、聞こえてるものに発信することにしましたんで、まあ、ある意味ね、3年前とか5年前に速稼塾のカラーに共感した方は、今の私のねやり方ってのはちょっと合わないんだろうなと思いますよね。まあでも人間ってのはそうやって変化していきます。仮に私がずっと暗号通貨の情報を発信したところで、受け取り手が暗号通貨に興味なくなってどっかに行ってしまうってことの方が多いですから、そう考えると本当にね、インターネットを通じて一つのところにね、たった一つだけの価値観にクロスすることってのは珍しいんだろうなと思いますし、全部が全部一致しなくてもね、どっかでつながっていたいって思っていただけるのはお互いに貴重なことなんだろうなと思いますよね。で、今回の私の考えをまとめるとしたら、それぞれの価値観が一致することは稀であり、そして世界に一つだけの花みたいなね、ああいう普遍的にヒットしそうな曲ってのは、言ってみれば最小購買数的な価値なんですよね。まあ薄まった価値と言ってもいいです、まあ、だから確かに人の胸は打つんだけども、より多く響くかというとどうなんでしょうねってことになると思いますよね、はい、素晴らしい曲だと思いますけども、でも素晴らしい曲で終わってしまう、それだけのものになっちゃうのかなと。もちろん素晴らしい曲をね卑下するつもりは全くなくって、でも実際あれほど熱心に流れていて聴いた曲も今は果たして聴かれているのかな、
どうでしょうかってことを考えると、そういえばしばらく聞かなくなっちゃったと、いやスマップそのものに興味を失っちゃったとかね、そんなことに人っていうのはなるんだろうなと思います。移り変わる景色の中でどの一枚を自分の心に刻むか、その連続したものが思い出となり人生なのかなと思っちゃうわけでございますね。いってらっしゃい。